はい、テーザー放送、鉄王です。お疲れ様です、えーす。仕事をしてきたまでお疲れ様です。ありがとうございます。えー、前回ですね、<laughs> あのー、こういうトラブルもあるんですね。 あの動画通っている途中にですねあの結構大きめの地震が来まして、えー、それであの質問をいただいたコメントにあのお答えしているというあの趣旨の動画だったんですが、えー、その最中に結構大きく揺れましてですねちょっとあの内容を変えて、えー、地震の時の対処法みたいなお話に切り替えてしまいました、えー、皆さんあの地震、えー、大丈夫だったでしょうか、あのー、まあちょっとあの安全確認していただいてですね、えー安否をえー、家族の安否を確かめていただいて、えー、まあ大丈夫だよ ようだったらえっ、ー、と動くと、えー、こういうことをあのー、やっていただきたいなと思います。<laughs> まあ僕が言わなくても皆さんやってらっしゃると思いますけどね。えー、ちょっとびっくりしましたね。あのこんなこともあるんだなと。そしてですね、すいませんコメントいただいたえっ、ー、と方質問者さん、えー、申し訳ありませんでした、えー。急にちょっと地震が来てですね、おじさんも慌ててしまいましたですね。えー、地震はとても怖い、えー、ということであの前回の続きやっていきたいなと思います。えっ、ー、とこちらあの S という超大手のえっ、ー、と会社ですね。えー、こちらの。えー とした受け容赦さん、えー、これですね質問が二つあります。 その S という会社のユニフォームを着て、えー、と S という会社の人間として仕事をしなければいけないんですかという、えー、その質問が1つ、えー、そして2つ目がですねあの業者だと,、えー、と本部がやらない要はあの親元がやらないような、えー、きつい仕事、えー、と芋仕事みたいな割に合わない仕事を、えー、させられるんですかという、えー、容赦ならではの質問ですね、はいえー、これが、えー、と2つ目の質問ですねそして1つ目の質問にお答えしている時にあの地震が来たと ここういういとですねちょっとあの途中になりましたので1つ目の質問からお答えします、えー、S という超大手の誰もが知っているえとあの会社のユニフォームを着て仕事をするんですかというご質問なんですけどえこれは会社によりますとあのお答えしました、えー、まああの100%ではなくてもえと出資したえ S が関係したえと会社であればえその S のえ従業員え配送員としてですねえユニフォームを着てやるというパターンもありますこれはえ4トン大型に関係 経過物の方でも業務委託の人たちやっぱりちゃんと S のユニフォームを着てやるということになっておりますね僕もやったことあります S の宅配全部ビシッと着るわけではなく一応上着とあとは帽子ですかねそれは着用してくださいそして S のルールに準じて仕事をしてくださいということなのでこれはどういうことかというと車内でタバコを吸わないであったりあとはお客さんにおさ に対してのビジネスマナー、えー、と挨拶とかですね、えー、そういうのは、えー、きっちりやってくださいそしてあの配達中は、えー、きちんと走ってくださいであったりとかですね、えー、まあいろいろあの S のルールを守って、えー、S S, S の、<laughs> やばい、言いそうになりました。えっ、ー、と、S の従業員として、えー、配送員として恥ずかしくないような、えー、態度で仕事をしてくださいと、あの、結構、あの、びっちり誓約書みたいなのも書かされましてね、えー、それでやりました。えー、なので、あの、業者さん、えー、例えば、業者さんであっても、あの、そういう契約になっているところは、ちゃんと上着を着て、帽子をかぶって、えっ、ー、と、S の、えー、人間ですよということでやるパターンもありますし、これですね、えー、また別に、あの、例えば、えっ、ー、と、大型の路線配送とかだと、えー、と、 こう産業服は着ないパターンもあります、えー、つまりですねあのセンター間移動とかだとあの別に S の人だろうが容車の人だろうがあんまり関係ないので、えー、とそのユニフォームは着ないというパターン結構ありますね、えー、そしてあの容車さんは容車さんの作業服があると思うので、えー、とそちらを着用して、えー、と普通に仕事をしてくださいと、えー、その場合はまあ S のルールに従うんですけれども大体その容車先、えー、まあ、例えば定山運送でもあの鉄道運輸でも何でもいいんですけどそこのえっ、ー、と、えー ちゃんとしたルールがあるのでそれを守ってくださいねと <coughs>、えー、そういうことになります、えー、そしてですねこちらの方はですね4トン車で企業杯の洋車の会社らしいので、えー、多分えっ、ー、とユニフォームは着ることになると思います、えー、ただですねやっぱりその洋車さんとの契約内容によって変わってきますそしてその洋車さんがですね S の仕事だけをやっているあの会社だったら多分ユニフォームを着ると思うんですけどその洋車さんが S の仕事もやりますと、えー、Y の仕事もやりますと、えー まあ、K の仕事もやりますと。えー、そしてあの、自分のところの独自の荷物も運びますみたいな、えー、そういう会社さんである場合は、えーと、ユニフォームは嫌いパターンが結構多いですね。えー、なので、これはちょっと会社による仕事の内容によるとしかあの言いようがありません。えー、なので、ちょっとあのその会社によって、えー、どうなのか、面接の時に確認していただきたいなと。えー、すみません、ちょっともやもやした答えになるんですけど、実際そうなので、えー、そんな感じですね。はいえー、そしてあの、容赦と聞くと、親会社が嫌がるきつい仕事を回されるイメージがありますと。えー こういうイメージはあの誰でもあると思います。えー、ただですねこの S という会社そもそもあのきつい仕事です。はい。 <laughs> えー、なのでですねその親会社の人たちが楽をしているかといえばそんなことないんですよ S の仕事はそもそも手積み手卸しの仕事であります、えー、それは大型でも、えー、と4トン車でも2トン車でも軽の周配でも、えー、と全部そうです、えー、なので、まあ、基本的にはですよ、はいあのまあ、あのウィングであのパレ積みっていう仕事もなくはない、えー、そしてカ護台車でガラガラのパターンもなくはないんですけれども、えー、基本的にこの超大手の S という会社はですね、えー、と箱車になってて、えー、と手積み、えー そして手下ろし、て手ろこれが基本になります。えー、基本的にはローラーを敷いてそれであの荷物を流して積んでいくというスタイル、えー、これが S のスタンダードな歪みの、えー、とスタイルになりますので、えー、特別きつい仕事を任されるかといえばあのそういうこともたまにあるかもしれません例えばですねあの宅配の荷物であのたまたま水物が増えたり、えー、水物といってもあの水ですね、えー、とあの2リッターの、えー、とペットボトルがこう、まあ、何個かセットになっているような水が必、えー 100ケース200ケースみたいな、えー、そういうのが来た時にもちろんあの親会社の S の人たちもそれを運びますけれどもやっぱ比率としてはやっぱりちょっと業者、えー、さんに多めにっていうパターンもなくはない、えー、それもまあ契約内容によりますけれどもあのそんなにでも変わんないと思ってくださいそもそも、えー、と親会社の仕事も業者、えー、さんの仕事も、えー、と似たような仕事です、えー、そして S が手が回らないとか、えー、やっぱりあの繁忙期で車が足りないみたいなところで業者さんを使う うということになります、えー、そしてやっぱり100%自分で回すよりは、えー、とある程度容赦に振るというのが、えー、と会社の健全なあのやり方ではありますので、えー、例えば、えー、と100仕事があるとすればですね、えーまあ、4030、えーまあ、そのぐらいはやっぱりあの容赦さんに振るというのが、えーまあ、大体あのどこの大手もやっているところでありますので、えー、仕事の内容はですねそんなにあの大幅に、えー、と変わらないきつくならない、えー、そもそも,あのそもそもがきつい仕事だと思います。 持っていいと思いますが、えっとこれえっとエンドユーザーに届けるようなえっと仕事ではなくて4トンのえっと企業配ということなので、えっとまあの個人のお客さんではなく企業配ということはま不在もあんまりないですし、なんとなくあの昼間の仕事で回りやすい仕事だと思います。そしてまあ1時とか2時に配達終わってそこから集荷に行って帰ってきてあの行き先別に降ろして終わりみたいなそういうまなんとなくあの慣れればそこまで大変な仕事ではない。 と思われますそしてあの換算機になるとやっぱり物量が減って、えー、あの車満載になることもそんなにないとかですね、えー、結構まあ季節によって上下しますけれどもそこまで大変な仕事ではないと思います、えー、特別きつい仕事を回されるっていうことも、えー、ないと思いますこの S に関してはないと思いますので、えー、そこら辺はまあ,あの面接の時に聞いていただいてもいいと思うんですけども、えー、とそこまで違いはないと僕は認識しているので大丈夫じゃないでしょうか、えー、そしてですねこちらの質問者さんとはまたちょっと外れちゃうんですけれども え舎という立場ありますよねまあ容赦さん大手の下請け下請けの下請け孫請けひ孫請けやしゃご請け何請けか分かんないけど末端みたいなそういう会社さんありますなんとか運送全然誰も聞いたことのないような鉄王運送みたいなね鉄ちゃん急便みたいなそういう会社さんそういうところですねまあ S の仕事は別にしてだんだんと降りてくるとやっぱりきつい仕事になるパターン 結構ありますこれはもう嘘そつけないのでやっぱり自分の本体の人間が嫌がる仕事を下請けに流すというのは世の常だと思っていいと思いますなのでまあ一時下請けぐらいだったら大体同じような仕事をやってますとその一時下請けから2時3時3時ぐらいまで来るとですねやっぱり嫌な仕事を回ってくることがよくありますのでここら辺はですね面接の時にちょっと確認して力仕事が嫌じゃない人とかもいます し、えーと、嫌な仕事の場合はちょっとあの多めに手当てつけるよっていう会社さんもありますし、えー、そもそも何が嫌かあの重い荷物が嫌な人もいるしあの待ち時間が嫌な人もいるので、えー、これ何とも言えませんあの会社さんによってはですね、ここの荷物出てくるのが遅いんだよなとただあのここの会社さんはルートの中で中心にあるから外せないんだよなみたいな、えー、そういうなんか厄介なお客さんって必ずあるんですよそのルートごとに、えー、1個か2個必ずありますなのでその厄介なお客さんだけを、えー 弾いて弾いて弾いて一つのルートを組んで子、えー、会社に流すと、えー、そういうパターンもあの結構まれではなくありますのであっちもこっちも待たされてであの結構あの嫌味な人がいたりとか、えー、と意地悪なフォークマンがいてあのパレット持ってきてくれないとかですね、えー、そういうのだけを集めて1コース2コース作って、えー、あの下に流すみたいなところもあるので、えー、そこはちょっと注意していただきたいなと、えー、思いますで大体やっぱあの3次下請けぐらいになるとちょっと割に合わない仕事が増えてくるんじゃないですか。 でしょうかはい。えー、まあ、こんな感じで、えー、質問者さん、ええー、と、ちょっと話が、ええー、と、割れてしまってごめんなさいね。ちょっと自信がありましたんでね。はい。えー、皆さんも気をつけていただきたいなと。えー、容赦の仕事。えー、まあ、あの、こんな感じになりますね。もうちょっと詳しく今度やりますね。はい。以上、定山放送哲夫でした。ありがとうございます。ごきげよう。